よし、続きやっていこう。最初に塩見せるな。これ2回目だね、塩見せる。どうしよっかな。でもなんか打ち解けてきたから、ちょっとゆり行くか。ゆり最初にちょっと行ってみようかな。でもなんかやだな。先にゆりと話す。あ、でも結局あれか。夏希とゆりどっちか先にやんなきゃいけない。じゃあもうゆりでいいや。ちょっと打ち解けてきて、あ、私の場合どうぞ。それでは昨日のものからどう変わってるか。そうですね。少し変わりましたね。いろいろ試すのはいいこと。おー、ありがとう。いや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 、俺どっちかというとサイレン意識してたような気づく。ああ、だよね。そう。もう、入ってるだけで、誰かのためじゃん。ほう。ほう、思ってないの。本当ゆり？あ、はい。率直に言わせてもらうが、それは考えすぎだ。書いた詩のスタイルが違うってだけで、別にユリの詩が嫌いなわけじゃないから。そうだね。それにもし俺がユリの真似をしたらひどい出来になると思うぞ。まあユリはなんていうかね、深いところにまでね、行ってるからね、考えが。そう、ごめんなさい。いや、やまんなくていいんやで。私、バカだから。とき私ってほんと、そんな風にかな。おーん。とにかく、大体な。おえー。比喩はとても効果的。たくさんのギア。そっか、トップに合わせたりバックに合わせたりしないとな。自分の感じに従って思うがままされるがまま、焼くなり寝るなり勝手にしなさい。見たものと聞いたものを書き留めればいいです。なるほど。読み手に自分の気持ちを伝えるにはとても効果的な一つの方法。いい練習にも。そっか、なるほど。うん、確かにいい方法だな。教えてくれてありがとう。私、よければこれを読んでみてください。ご参考に。わかった。これが今日の詩。ユリはうなずいて恐る恐る詩を手渡してくる。アライグマ、それは真夜中、密かな楽しみにと軽食のパンを切っていた時のことでした。窓の向こうに時折ちらつくアライグマが私の目に焼き付きました。自分が異質な人間であると気づいたのはおそらくこれが初めてだったのでしょう。どのような結末を招くか分かっていながらも、私はパンを一かけらアライグマに与えます。餌付けされたアライグマは必ずまたやってくると分かっていながら、あ、なんだっけ一回見てなんだっけな、うわーくするナイフが症状でした。パンは私の飢えた好奇心、アライグマは衝動。わあ、これ例えだね。ヒー、月や道、私のナイフは一段とまばゆい光を、こだえます、もだえます、蓄えます。友達アライグマの目を輝かせるのはまさしくその光。出来たてで柔らかいパンを切る。あーげん、遮るアライグマ、もしや再び満ち足りた獣に私の感情を投影しているだけなのかしら。アライグマは私にすっかり懐いてしまいました。お互いよく知る関係になれたのではないでしょうか。アライグマはしょっちゅうお腹を空かせるのでパンが欠かせません。私のナイフを見せるたびアライグマは興奮します。血のほとばし、なんだっけ、ほてりだっけ、したりだっけ、したたりだっけ。パブロフ型の古典的条件付け、パンを切って、そしてまた私に餌付ける。パブロフの犬ってのはあれだね、なんだろうね、ベルを鳴らして餌を与えると、いつの間にかベルを鳴らしただけで餌をくれると思い込むっていうのが、ね、パブロフの条件付けだったかな。そういうことだよね。ナイフが見せるたびアライグマは興奮するってのはそういうことね。ナイフを持ってるということは餌をのパンを切ってくれるということだって。ほうほう、これは何かの比喩だな。なるほど。昨日のより少し大胆にしてみたい。いや、でもいいと思うよ。わかるよ。わかる。わかる。わかる。わかりみが深い。もっと隠喩的だよな。俺のせいなのかわからないが、この詩が言わんとすることが全く見当がつかない。うん。俺もだぜ。その通りです。こちらの方が私の好みの書き方に近いのです。詩をキャンバスにして感情を鮮明なイメージとして表現し伝えるんです。ああ、文字通りの意味で考えると何のことなのかいまいち分からないんだよな。そうですね。人によって異なる解釈ができると、まあね、少々変わった趣味を没頭するときに自分を表現したかったのですが、そういったものは普段は自分の中に秘めておく必要がありますので、それについて書くことが好きなんです。どうして趣味を隠してるんだ。そう、それは恥ずかしいですし、きっと馬鹿にされますし、いやいや、いいんやだよ。でも、どうせ数人しかいないんだからさ、さらけ出していこうや。てか、もともとさらけ出すためにさ、みんなで詩書いてるんだからさ、さらけ出していいんだよ。扇風機さんにはそういったものはありませんか。まあ、俺の趣味、性癖はちょっと言えないね。言えないかな。ガチで言えないかな。別に言ってもいいんだけど、なんか、マイナーすぎてね、俺ね。それはまああるかな。うん、一応ある。きっと誰もがそういったものを持っていると思うんです。私たちができることはお互いの個性を尊重すること。これ大事。
これ大事ね。みんな、ここテストに出るからね、お互いの個性を尊重すること、これ大事だからね。たとえそれが難しいことであったり、不愉快に思うことであったとしてもです。そう、ここもテストに出るからね、大事だよ、これ。今の文章丸々暗記しといてね。私も自分の変わったところが今も受け入れられずにいたら、きっと自分が嫌いになっていましたから。少し説教じみてしまいました。でも、扇風機さんが聞き上手で嬉しいです。機械なんてね、人の声を聞くことしかできないんだ。次にし、どうしよう。なんか今回沙織最後にしてみよう。ちょっと次夏希行ってみようぜ。夏希が俺の詩を読む。俺の方をちらっと見て、また死に戻るのを繰り返している。そろそろ一台読み合っていてもいいはずだ。あんたこれで苦手だっていう。それって褒めてるのか？違う。つまり、顔が赤いぞ。夏希は言葉を探してもごもごしている。ただちょっと昨日の詩から予想したよりもかなり良かったっていうだけ。ああ、なるほど。それだけなんだから。まあ自分でも今回の出来はまぐれだと思う。そう、それ。運が良かっただけね。勘違いしたらダメよ。勘違いしないで生きていきます。天狗にならないように生きていきます。いつもこれぐらい可愛い詩が書けるわけじゃないんだよ。あ、違う。そうじゃなくてよく書けてる。でもなくて。あ、つまりだ。俺の詩、可愛かったのか。違う。何笑ってんの？こんな私の好みと違うから。目がちょっと、記号になってる。夏希が俺の詩を押し付けてくる。押し付けてんのよ。ふん、もう一回読んでみたらやっぱりそこまで良くもなかったわ。おー。ちょっと可愛すぎなのとドキドキさせすぎね。あらー、ときめいちゃった。もしかして俺の詩、ときめいちゃったか。ちょっとやめよう。うざいからやめよう。この手の、そう、この手のが好きな女子に受けるかもね。そうだね。例えばね、ピンクなショートカットの子とかに似合うんじゃないかな。あ、なんでもない、なんでもないです。あ、なんでもない。今の聞かなかったですしね。あはは。夏希は本当に分かりやすいやつだ、本当ね。ご本、とにかく。次は私の詩を見せる番やね。あんたなら気に入るに決まってるんだから。それに学べることもあるはずよ。本当のプロが誰なのか忘れんじゃないわよ。長くなってきたな。エイミーは雲が好き？エイミーのこと聞いた？エイミーは雲が好き。ベトベト、もぞもぞ、もじゃもじゃでキモいあの雲が。だから私は友達にならない。エイミーの歌声は可愛い。私のお気に入りのラブソングを歌ってたな。サビを歌うといつも歌詞のリズムに合わせて心がドキドキした。でもあの子は雲が好き。だから私は友達になれないよ。一度足を大怪我したこともあったな。エイミーが保健室に行くのを手伝ってくれた。私はあの子に触らないようにした。あの子は雲が好きで、手もキモそうだったし。だから私は友達になれないよ。エイミーには友達がたくさん。いつも誰かしらと話してる。話してる。多分雲について話してるんじゃないかな。もしあの子の友達も雲が好きになっちゃったら。だから私は友達にならないの。他に好きなものがあったって知るもんか。秘密にしたって知るもんか。傷つく人がいなくたって知るもんか。キモいんだ。あの子はキモいんだ。世界に雲好きの人なんていない方がいいんだ。だからみんなに話しちゃおう。おいおい、ちょっとこれは寝込みを雲に襲われるフラグだぞ。これも多分例えなんだろうね。こういうの多いよねっていうね。うん。自分の理解できない部分が一つでも相手にあったらその人全部を嫌いになっちゃうみたいな、なんとも言えないああいうのなんだろうね。うん。まあ、足高雲っていうね、一部で好かれている雲がいました。まあ何でもや。悪くないでしょ。まあね、うん。昨日のより長めなんだろう。ほんとね、長いよね、二人とも。昨日のが短すぎて。でも俺昨日の方が好きだけどな。あれ、準備運動みたいなもんね。ストレッチね。ストレッチ頑張りすぎて逆に痛めないってね。あれが私の全力だってでも思ってたんじゃないでしょ。いや、まだギアがね、あると思ってたから。まだフルスロットルだと思ってなかったよ。いや、もちろんそんなことは。とにかくこの詩の意味は割と率直よ。説明するまでもないわね。複雑な状況を説明するのにも単純なアナロジーで十分なこともあるのよ。まあね。人がどれだけバカなことをしているか気づかせてあげれるし。例えばこの詩なら誰もがこいつは無知で間抜けなやつだって思うだろうし。こういうやつに心当たりがあるのか？もちろん、これはみんなが私に。そんなのどうでもいいよ。何についても書いていいぞ。誰にも身に覚えがあるようにか。まあ、あるんじゃないかな。誰だって変わった趣味は後ろめたい楽しみくらいあるでしょ。誰かに知られたら馬鹿にされたり見下されたりするんじゃないかって恐れるようなこと。でもそれってばっかじゃないの。誰も傷つけずに楽しくやってるなら他人の趣味なんて何だっていいじゃん。たとえ変わった趣味でもみんなもっと尊重するようになるべきだと思うね。はい、ここテストに出るよ。みんなもっと尊重すべき。みんな、笑ってるか？ほら、この動画を見てるみんな。何人見てんだろう、この動画。へえ、面白いな。ユリも似たようなことを書いてきてたぞ、確かに。え、
あんたユリって言った。ああ、自分の変わった趣味についての詩を書いたって言ってた。俺は内容はよく分からなかったが、夏希と似たような話をしてたな。そういう趣味があることを 不安に思わせるべきじゃないって。本当に？本当だよ。確かにユリって変なやつだから変わった趣味があってもおかしくない。あなたも十分変だと思いますけどね。でも悪いことじゃないわよ。そうだよ、悪いことじゃないんだ。カールもするのも悪いことだ。それはちょっと悪いことだね。私はそれを批判なんかしないし、夏希は言葉に詰まる。これからはそんなに意地悪しない方がいいね。そうだよ。自分の振る舞いに自信が持てないんだったら、私だって自信をなくさせるようなことをするやつは嫌いだし。でもユリは昨日私を不安にさせたのよ。あんたの話を聞いてるとちゃんと自分の失敗から学んだみたいだけど。ああ、そうだと思う。たとえ文体が全く違ってたとしても、きっとユリもこの詩のメッセージに共感すると思うよ。なんたって私が一番得意なことなんだから。メッセージ性のないものを書くのは嫌なの。感情を伝えるのはもちろん大事だけど、ただ感じるより読んだ人に考えさせたいの。覚えときなさい。明日はとびっきりのいいやつ書いてくるから、せいぜい楽しみにしててよね。次モニカかな。最後サヨリにしてみようかな。もう次モニカ、モニカ部長さん、チーズ。ヤッホー扇風機、ヤッホロー。執筆は順調かしら。まあ文豪扇風機にかかればね、まあ、順調ですよ。まあまあかな。まあね、うん、ちょっとね、ちょっとあれかな、うん、順調ではなかったね、うん、なるほどね。悪いわけじゃないならよかったわ。ちゃんと専念してくれてて嬉しいわ。そのうち傑作を書き上げちゃったりし、あら、ちょっと未来予知はやめて、恥ずかしいわ。ははは、それにはあまり期待できない。まあちょっと期待できないかな、うん、ちょっと期待しないでほしい、うん。それはどうかわからないわ。今日書いた詩を見せてもらってもいいかしら。あ、どうぞ。モニカに自分の詩を渡した。なるほど。いいじゃない。おー、いいね、いいね。あなたのもう一つの詩みたいにさよりを置く。お、ちょっと。あなたたちって本当に相性ぴったりなのね。まあ、幼馴染みだし。ははは、それは大げさじゃないかな。ちょっと大げさだ。でもあなたって部活の中だとあの子と一緒にいる。まあ、そう、部活の中じゃなくてもあの子と一緒にいること多いんじゃないかな。まあ、恥ずかしがってるなら仕方がないけどね。あ、恥ずかしがってるわけじゃなくてな。ははからかってるだけよ。みんなとお友達になるのに少し時間がかかるのは分かっているわ。でもユリも夏希もとても面白い人たちだから、恐れず一緒に時間を過ごしてあげてね。それに私にだって時々話しかけに来てもいいのよ。私って話しかけづらそうだとかそういうことはないわよ。あ、いや、そういうのじゃなくて、まだこの場所に徐々に慣れていってるってだけなんだよ。そう、あなたにプレッシャーとかかけちゃってたらごめんなさいね。そういうつもりじゃなかったから。心配しなくていいよ。心配、そうそう、心配はしなくて、言いたいことはちゃんと伝わった。大丈夫。もう俺のね、俺のハートにね、俺のモーターに伝わったからね。ビシビシ伝わったよ。そうならよかったわー。ん？ああ、そうだね。モニカの詩読んでみよう。おー、自画自賛してるんですか。見せてもらおう。私をセーブして。止めどない色。あ、これ私をセーブしたがタイトルね。止めどない色、まろやく綺麗な色が輝き、膨らみ、つんざく。赤、緑、青、止まない服用ワン、意味のない雑音。止めどない雑音、荒々しく耳障りな波形がきしみ、叫び、つんざく。サイン、コサイン、タンジェント。ターンテーブルの上で黒板を奏でるように、ピザ生地の上でレコードを奏でるように、止まないし、意味のない。私をロードして。ん？あ、でも私をセーブしての後に私をロードして、ああ、ああ、うん、でも前よりはまだ、前よりはまだタイトルと終わりと、うん、あは、書き方はもうダメ、大丈夫、そんなことはない、でも紙の、ああ、空間、ほんほん、言葉空間をどう配置するか選択することでし、まあね、でも今回のなんかゲームに例えたのがいいんじゃないかな。私をセーブしてて、私をロードしてて、いいんじゃないかな。そういうなんかわがままみたいな書き方いいよ。まるで魔法で、行を短く書くことで水がかぶさって話しているように表現し、ああ、確かに。
なんか今回そういや空間開けたり逆に詰めたり、ちょっとあの段落っていうかね、そう、そんな感じにしてたり、斜めに書いてたりして、なるほど、まあ俺にはちょっと難しかったみたいだな。私はこれを何を表しているんだろうって尋ねるようなものばかりじゃない。私は感情の身体表現ほど、対話ね、全ての死が何かについて書かれているわけではない。とにかく本日のメリカちゃん、お、来た、執筆アドバイス。どこかで難しい選択を迫られることがあるかもしれない。そんな時はゲームをセーブするのを忘れずに。 OK、 分かったぜ。いつどうなるかなんて誰にも分からない。あなたの考えが変わるかもしれないし、予想もつかない何かが起きるかも。で、あれ、これって執筆についてのアドバイスだったね。以上、本日アドバイスでした。ご清聴ありがとうございました。次の詩を見せるのは誰にしようか。じゃあまあ最後さゆり行こう。扇風機、私扇風機の隠しが本当に大好きだよ。こんなものをずっと私から隠していただなんて信じられないよ。え、何も隠しがかりないぞ。でも扇風機じゃ本当にいいんだもん。そうか、トゥンクしちゃう、トゥンク。昨日のだって今日のこれだって、こんなまで詩を書いたことがないはずがないよ。いや、でも本気でそんなこと思っているのお前だけみたいだし。え、そんなはずない。夏希ちゃんとかは、まあ夏希はそう思ってたし、一番口には出さないな。そういうことじゃないと思う。どういうこと？まあ正直に言うとな、お前のことを考えると詩が書きやすくなるんだ。え、おっと、攻めに行ったぞ。攻めてる、攻めてる。わあ、変な風に捉えるの、バカ。お前は表現豊かな人間だから、というか、俺のつまんない人生を死にしたってどうしようもないだろう。でもお前は人生を何でも冒険に変えることができる。どんな小さいことも。料理とか。その話はやめろ。料理うまくないんだろうね、多分ね。だからまあ俺が言いたかったのは、自分よりお前からの方がいろんな感情が湧くってことだ。俺たちにはそういう変なつながりがあるんだ。いつも俺の世話を焼いてるお前のせいだからな。よく分からない気がする。ちょっとさゆりちゃんには難しかったかな。遠回しに距離を詰めていったんだけどね、ちょっと分かんなかった。はあ、さゆり、お前ってどれだけ俺が説明しても理解した試しがないんじゃないか。俺はさゆりの頭をポンポンと撫でた。あは、ちょっと子供じゃないんだから。それはどうかな。いつから自分が子供ではないと錯覚していた。多分さよりは手と手の間で鉛筆をいじり始める。ねえ扇風機、この詩もらってもいい？なんだか取っておきたくて。え、なんで？だってその初めて私のために書いてくれたものだから。えへへ。あっ、さより誤解だ。これはお前のために書いたわけじゃない。そう、さよりのために書いたとは言っていないぞ。はあ、聞いてるのか。まあいいか、帰るときにやるよ。ほんと？バキン。鉛筆折っちゃうって。ぶつかっちゃった。鉛筆折るって相当だぞ。ごめん。いいよいいよ、俺が取るよ。俺はかがみ込んで折れた鉛筆を拾う。さよりは膝をガクガクさせながら自分の体を支えようと机をつくんでいる。今日はドジな私、ドジだな私。あはは、座ろうさより。俺はさよりの腕を組んで、さよりの腕を掴んで席に座るのを手伝う。ところでまだお前の詩を読んでいないんだが。確か読んで。あ、ごめん、すっかり忘れてたよ。でも扇風機のほどうまくはないからね。もう心配するなよ、俺も気に入ると思うから。ビン。クッキー缶の蓋のように頭をパカッと開ける。私の夢を全部詰めた秘密の場所よ。小さな日光が小さな日光のボールが集まって子猫のようにすり寄ってくる。親指と人差し指とで一つつまむ。あったかくてチクチクする。でもうかうかしてられない。大切に瓶にしまう。その瓶を他の瓶と同じように棚に置いていくんだ。瓶が並ぶ。その中には幸せ、幸せ、幸せ。私のコレクションが友達の輪を広げたよ。瓶の中身は償いの星明かりになるの。友達が何かを感じて仕方がないとき、こういう時に瓶が役に立つのよ。夜な夜なの夢膨らんで、ゾクゾク友達、瓶は増える。私の指はより奥へ奥へ、まるで暗い洞窟の中で至る所に隠された秘密を探るような。
掘って掘って削って削って蓋の埃を吹き飛ばす。いつの間にか時が過ぎてる。もっといっぱいあったはずの空っぽの棚、鍵のかかったドアの向こうから友達の視線を感じる。やっとできたよ。ドアを開けると友達が入ってくる。ドタドタと押し寄せ、そんなに瓶が欲しいの？私は必死に棚から次々と瓶を取り出す。友達一人一人に持たせていく。一つ一つ全部の瓶を。だけど渡すたびに足元のタイルで粉々になっていく。床へ全部散らばる。幸せ幸せ幸せ。友達の笑わない友達のためだったんだよ。みんなみんな叫んでいる、訴えている、何かを。ただ聞こえるのは残響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 、私の頭の中で。やばい、これ本当にサユが書いたのか。いや、なんか漢字が多かったね。本当にサユが書いたのかな。こんなに漢字を書けるとは思わないけどな。すっごくいい字を書いて、そりゃそうだ。まさかお前がこういうの書いてくると思わない。漢字多かったな。モニカちゃんにいろいろ教わったんだ。あと最近自分の気持ちに向き合うようになった。なるほどな。ちょっと怖いくらいだな。怖い？まあなんというか、いつも元気なお前を見慣れてるせいか。いや、なんでもない。俺の考えすぎだな。とにかく俺が言いたかったのは、すごくいい詩だから誇っていいぞってことだ。へえー、ありがとう。なんだか自分の気持ちはこうやって表現するべきだって思ったんだ。そうした方が自分の気持ちももっとわかる気がするんだ。執筆って魔法みたいだね。いつの間にか随分と情熱的になったんだな。そのまま頑張れよ。うん、執筆って最高、執筆って最高だぜ。私死ぬまで執筆し続けるんだ。おっと、文豪宣言かな。あんまり先走るなよ。さよりには何かに熱中すると1週間もしないうちに飽きてしまう。熱しやすく冷めやすいんだ。果たしてこれもその一つになってしまうのだろうか。しかし彼女の情熱的な目を見ていると悲観的にもなれない。よし、みんなもうお互いの詩を読み終わったわよね。今日はもう一つやることがあるから、みんな部屋の前の方まで来てくれる。文化祭に関係あることかな。おお、なるほど。本当に文化祭何かしなきゃ。サボりたかったのかな。数日、あと数日しかないのか。新入部員も入ってこないわよ、端っこ枠だけ。私の心配、時間がない状況だとどうしてもね、きついよね。そんなに心配しないで、簡単なことにするから。飾り付けするだけなんだ。へえ。もうデザインはあるな。それはいいけど、あ、確かに何をやるんだろうね。なんだっけ、詩の朗読だっか言ってた気がするけど。あ、そうそう、あ、2人はしなかったんだ。そうそう、詩の発表するんだよね。詩を選んで来てくれた人の前で読み上げる。聞いてやりたく人、やりたくなった人がいて、その人たち。おお、急。準備をしておきたい人がいるかもしれないし、さよりもポスターにそのことを書いてくれているわ。へへへ。ポスターに色を塗っていたさよりは、それをこちらに広げてみせる。冗談でしょ、モニカ。マスカと、そのポスターをもう貼り出したりはしてないよね。してるけど。アイデアは悪くないけど。許可取らず、そっか、許可取らずに進めてるもんな。全員の許可取ってない。恥ずかしいもんな。そうだよね、二人は恥ずかしいよね。みんなね、さより二人がそう考えるのもいいよね。そうそう、数日前にね、みんな詩を見せるようになっただけだから。無理無理、荷が重い。改めた、本当にごめんなさい。謝ればね、済むと思ってるんじゃねえ。世の中舐めてますよ。それでも出して全力を尽くすべき。きたー、このバケツの運命は私たちにかかっているのよ。最初にやる私たちの朗読でいいお手本になれば、来てくれた人たちもやってみたいと思ってくれるはず。多くの人にやってもらえれば、それだけ多くの人に文学について知ってもらえるわ。そうだね、文学って自分の感情の表現だったり、自分についてより深く理解できることだったり、未知の領域を見つけることだったり、楽しむことだからね。そう、私たちがこの部にいる理由も同じ。この理由を他の人たちにも知ってもらいたくないかしら。私たちを文芸部へと導いたこの気持ちを、その人たちにも見つけてほしいと思わない。きっと
そう思っているはずよ。ああ、全方位爆撃ってやつだね。うんうん、よくわかった私たちみんなそう思っているはず。それが部屋の前に立ってたった2分間詩を朗読するだけで可能になるならきっとみんなできるはず。おお、黙ったまま心配そうな表情を浮かべているさより。俺が取るべき手段一つのようだ。俺は賛成だ。俺はこの案に乗ったぜ。決して無理な要求とは思えない。さよりとモニカは新入部員獲得のために全力を尽くしてくれている。俺たちも少しぐらい手伝うべきなんじゃないか。確かにそうね、それはそうかもしれない。うん。お、落ちたな。早く済ませるしかない。トップバッターやろうぜ。うん。夏希、夏希、ユリはどうかな。はあ、落ちた。やった、やったぜ。やった、やった。これでみんな揃った。最高だよ、ユリちゃん。この部にいると私そのうち死んでしょ。気苦労が絶えない。ストレスが、ストレス社会が。そんな大げさな。大丈夫よ、ユリ。まあ、とにかく、メインイベントに移りましょう。みんな自分の詩の中から一つ選んで、お互いの前で朗読して発表の練習をしましょう。いい、いやよ。モニカちゃん、それはあまりにも急すぎます。でも部のみんなの前でさえできないんだったら、知らない人の前でなんて到底できないでしょ。まあ、確かにね。心配しないで。ほう。モニカから。オッケーオッケー。さて、それじゃあ、読み上げるための詩を探す。そしてモニカは教卓の後ろに立つ。この詩のタイトルは、彼らの羽ばたいていくところよ。古本。モニカは朗読を始める。明瞭で自信に満ちた声が部屋を満たす。また、それ以上に抑揚のつけ方が純真そのものだ。天使や、天使や、部長さん。それぞれの行ごとにどのように感情を乗せればいいのかを正確に理解していて、言葉に命が吹き込まれているかのようだ。部長さん、演芸部入った方がいいんじゃないですかていうか、前から言ってるけど、文芸部とさ、演劇部さ、なんかコラボしてった方がいいんじゃないかなって思うんだけどね。これは以前朗読の経験があるのか、それとも才能を増せる技なのか、どうだろうね。俺は周りを見ます。みんなモニカに目を奪われている。さよりは驚いている。ユリは、俺にはその意味が理解できないものの、どこか情熱的な表情を浮かべている。そしてモニカは詩を読み終えた。俺たち4人は拍手喝采する。スタンディングオベーション。全米が泣いた。感動の話題作。モニカ。どうでしょう。モニカは一つ息を吐き、微笑んだ。すっごくよかったよ、モニカちゃん。天使。キャー、天使、天使。モニカちゃん。あはは、どうもありがとう。いいお手本。さすが部長や。あんたが部長や。あんたが大将や。次はさよりの番よね。私、お、ゆりちゃんがやる気になったね。一枚の紙を手に立ち上がる。教卓へと足早に向かう。うつむいてるけど。この詩は